朗報外れかと思ったら結構面白い。今まで様々な名勝負で我々を魅了してきた水曜日のダウンタウン。今回は予想以上の盛り上がりを見せ、ネット上でも反響を呼んだ、タッグ相撲最強コンビ決定戦について、当時の2チャンネルの反応をご紹介していきます。放送日は2022年6月22日、レイザーラモンのお二人がプレゼンターの元放映。内容としては、二組のコンビ芸人が同時に土俵へ上がり、2対2で相撲対決をするという、通常の相撲と違った体格だけでなくチームワークが勝利の鍵を握る勝負方式。20代の若手から、40代のベテランまで幅広い年齢層の芸人さんがふざけなしのガチンコ勝負をする、ある意味水曜日のダウンタウンというブランドを活かしたフィジカル一本勝負の熱い企画となっております。当初、同時放送の二度見させ選手権第2弾に注目が集まる中、意外にも真剣に勝負に挑む芸人さんのドラマに見せられ、手のひら返しで大きく盛り上がった回となっておりました。それでは早速放送当時の2チャンネルの反応を見ていきましょう。水の時間だー。今日はどうなん？つまらなさそう。HG マジで久しぶりに見た。コンビで見たのすげえ久々なんだが。安全漫才とメイプル超合金は。トムブラウン道夫は。力制御できずに丸しちゃいそう。ガリット中が芸人で一番腕相撲強いんだよな。今痩せちゃったけど総合みたいなの強いんだよな。藤井って定期的に相撲やりたがるよな。今回、体格と運動神経に覚えのある8組の芸人が参戦。トーナメント方式で2対2の変則マッチを行い、最強相撲コンビを決定していきます。まずは1回戦第1試合。コンビ揃って100キロオーバーの重量級コンビ、鬼越トマホークさんが参戦。酒井さんは学生時代柔道部で鳴らした格闘技センスに期待がかかり、金ちゃんは小学生の頃から体重100キロを超えていたという生まれながらの相撲体型と、まさにタッグ相撲のためにコンビ結成したと言っても過言ではない超重量級コンビ。何年喧嘩芸で飯食ってきたと思ってんすか、と意気込む酒井さん。相手が香港さんでも僕は戦いますよ、と因縁ある先輩芸人の名前を出してスタジオを笑わせます。でかいなこいつら。酒井でかいな。金ちゃんの裸なんか笑えるな。100キロ超えるのって才能だよな。目指しても届かないやつめちゃくちゃおる。小学生で100超えはやべえよ。金ちゃんは DNA 犯。うるせえな、スポーツ選手のくせに太ったり痩せたりしすぎなんだよ。そいつほんまにショック受けていて草。また香港言うてる。香港いじり草。最近香港いじられすぎやろ。対するは摩天楼さん。183センチ128キロとメジャー級の体格を持つアントニーさんと、スピードが持ち味の古老オートニーさんという体格差を生かした作戦が期待できます。正直負ける気がしない、と自信を見せるアントニーさん。食いまくってウェイトを7、8キロ上げてきた。やっと芸人界でナンバーワンになる時が来ました。とこの企画に対する熱量を見せます。アントニーでか。アントニーこんなでかいのかよ。デスパイネ何やっとんねん。デスパイネより身長も体重も上。オートニーかっこ166センチ。オートニーチビすぎて草。全然オートニーちゃうやん。オートニーで金じゃなかったんか。いきなりすげえなー。体格力士やん。スイダウらしくはないけどまあ面白そうやん。いきなりこれ決勝みたいなもんやろ。そしてついに取り組みが開始。立ち合い早々鬼越トマホークの二人がアントニーさんに仕掛けるも、オートニーさんに割って入られ、酒井さん VS オートニーさん、金ちゃん VS アントニーさんというマッチアップの構図へ。そしてそれぞれ酒井さんと金ちゃんが相手を投げ飛ばし、鬼越トマホークさんが見事勝利。勝利者コメントで、一回戦やってみて絶対に作戦通りいかない、と語る酒井さんに小さい声で、いかない、と同意する摩天楼の二人。作戦よりもフィジカルが大事だということを教えてくれました。アントニーよは、アントニー普通に負けててくさ。アントニー1対1で負けるんかい。摩天楼さ、鬼越強い。思った以上にわちゃわちゃした。アメフトのオフェンスラインとディフェンスラインの戦いみたいやな。確かにワンオンワンっぽい。鬼越優勝いけるやろ。これもう優勝やろ勝てそうなのおる。ママタルト。続いて1回戦第2試合。最初に土俵入りしたのはティモンディさん。名門愛媛県整備高校硬式野球部出身のスポーツエリートの二人。高岸さんは学生時代プロ野球からスカウトが来ていたほどの逸材。またあまり知られていないですが、前田さんは高校時代体力測定で全国1位となったポテンシャルモンスター。今宵身体能力最強コンビが野球ボールではなく、人間を投げると盛り上げます。アスリート軍団。これはティモンディやろ。野球エリート来たー。高岸ハーランドみたい。前田最強説。前田も大概やばいやろ。前田81キロもあるんか。お笑い以外全部エリートの前田。対するは大自然さん。
172cm103kg という、巨漢ながらブレイクダンスを特技とするシンちゃんと、琉球空手の経験があるロジャーさんという、動ける巨漢コンビが運動神経ナンバーワンコンビに挑みます。意気込みコメントで、昨日少しでも相撲が強くなるようにチーズトマト鍋食べてきた、ちゃんこ鍋食べろ、ロジャーやればできる、ティモンディの名言言うな、としっかり笑いを取ってきた大自然さん。笑いだけでなく優勝の栄光も勝ち取ることができるのでしょうか。103キロがダンス趣味は草。大自然以外と小さいんやな。体重差えぐいな。普通200キロ超えるのやめろや。動けるデブはあかん。大自然って一時期売れかけたけど売れなかったよな。取り組みが開始し、高岸さんが一旦距離を作り前田さんを大自然の二人で攻める格好に。そして高岸さんが相方前田さんをフォローしながら4人で回しを取り合う大混戦に。その後前田さん VS ロジャーさんと、高岸さん VS しんちゃんというマッチアップになります。前田さんとロジャーさんが痛み分けのようにお互い土俵の外に出て、勝負の行方は高岸さんとしんちゃんに委ねられます。しんちゃんが高岸さんを寄り切ろうとしますが、土俵際で高岸さんの長身を生かした小手投げが炸裂し、しんちゃんは土俵の外へ投げ飛ばされます。結果ティモンディさんが勝利しましたが、決着の派手さにフットボールアワー後藤さんも、これはちょっと見応えが、とうなりすれないも盛り上がっていきます。おーおー、高岸つえー。前田つっよ。これはおもろかった。外れかいと思わせての当たりかい。相撲って体重差覆るからええよな。やっぱ野球やね。結局1 vs 1になるんやな。前田はさすがの身体能力やったな。バランスが強いわ。続く1回戦第3試合は吉本所属のトリオ対決。なお、今回トリオ芸人の場合は話し合いで2名を決めることとします。まずはネルソンズさん。レスリング経験者の青山さんと和田さんが代表して参戦。岸さんは、タプー入ってるんで、裸 NG、ということで今回は見送り。北京オリンピックも最終選考まで残ってる。経歴で言ったら正直抜けてる。とフィジカルに絶対の自信を見せる青山さん。自分らで言うのもあれなんですけど優勝候補、とコメントしスタジオ陣も大きくうなずきます。ここも格闘技ガチ勢やな。ネルソンズレスリングやってるし強いやろ。優勝候補やん。和田まんじゅうってレスリングめっちゃ強いんやろ。和田ももともとは青山より強かったんやろ。和田と青山は強い。トンネルズの番組で無双していたな。ネルソンズ対ジェラードン見たかったな。青山フォール勝ちって芸名がすでにおもろい。ネルソンズ青山の実績、レスリング天皇杯全日本選手権ベスト8、アマチュアシュート中国大会優勝、オンエアバトルオンエア。対するはバビロンさん。趣味は筋トレというアメフト経験者のノリさんと、残る2人で予選を行い、180cm120kg という恵まれた体格の千葉さんの参戦が決定。パワーしかない、ネタもパワーでしか笑い取ったことない、と語りスポーツ系の仕事ならば自分たちに部があると語りますが、青山さんは、バビロンはウォーミングアップぐらいにしか思ってない、と余裕を見せスタジオの注目が集まります。バビロン好き。プロレス団体かな。なんかチャンスの時間に出てそうな芸人だらけやな。めっちゃ仲悪い奴らやん。船かトリオ。絞らず増量してきたなガチや。こいつら幕張の劇場にヤバい追っかけのおばちゃん追ってビビった。野田栗が言ってたバビロンノリが、ボディービルの大会出たら出場者一人で優勝だった話好き。取り組み開始して早々、青山さんがアームドラッグの要領で千葉さんの後ろに回り、片足タックルで土俵の外へ。そして相方を補助しようと和田さんの元へ向かいますが、ほぼ同時に和田さんもノリさんを見事な外掛けで倒し、ネルソンズさんがバビロンさんを圧倒して決着。この見事なまでの技術力に、リプレイを見た松本さんも、これは優勝候補やなと太鼓判を押します。取り組み後に和田さんから、ノリは見せかけの筋肉だった、と追い打ちをかけ、ノリさんは、ああ、と悔しそうに吠えた後、もう一回やりたいです、とまっすぐな目で語り笑いを取っていました。レスリング強え。背中取るの早くて草。青山強すぎ。マジでレスリングやん。さすが強化指定選手。和田まんじゅうやるやん。レスリングやっぱ強。アマレス経験者強えわ。見かけ倒しの筋肉。体格と筋肉関係ないんやな。筋トレ民発狂。まあそうやろ、スポーツと格闘技は経験の差でかすぎる。ああ、かっこいい格。聞いてて草。バビロンを。そしていよいよ第4試合。今回のプレゼンターを務めたレイザーラモンさんが登場し、頼むぞ、いよいよとスタジオは大きく盛り上がります。学生プロレスで出会った二人は、芸人とプロレスの二足のわらじで現在も活躍中。アケボノ、ブッチャー、タイガージェットシン、天竜源一郎、スコット・ノートン、ジャイアント・シルバ、などなどあらゆる格闘家と戦ってきている二人は、
今日いますか、2メートル、と豊富な経験から来る自信は相当なものだと思います。修羅場はくぐってますから、タイガージェット神に額割られたことあります、というコメントになぜか高笑いする浜田さん。46歳と48歳という参戦者の中でも飛び抜けて高齢なところがどう響くかにも注目です。ハードゲートリアルゲー。レイザーラモンは強い。HGA から出しとるな。RG 意外とでかいな。言うてもおじさんやからな。スコット・ノートン草。ロートルばっかで草。レイザーラモンコンビで見るとなんか嬉しくなる。RG の方かプロレスうまいんだっけ。対するはママタルトさん。まあちゃんごめんね、まあごめ、とおなじみのセリフで土俵入りします。軽音楽部所属で運動経験はないですが、182センチ178キロという今大会最重量の肉体を要する肥満さん、その隣で小さく見えがちですが、174センチ83キロと、体格はがっちりしている日原さんの合計261キログラムの重量コンビ、178キロを使いこなしたことがない、という肥満さんですが実戦でどういった動きを見せるのか、その肥満さんの体型にすれないも大いに盛り上がります。まあごめ。178キロ。178キログラムはやべえだろ。肥満どころじゃないやんけ。ママタルトおもろいのになかなか売れないな。ママタルトを釣る肥満、180センチ180キロ。高校1年生で握力が85キロあり、それが原因でいじめを受ける。この体重で累間6秒で走れる身体能力。ケイカズミやん。悲しきモンスターやん。これいじめっ子の頭握りつぶせるやろ。化け物定期。こんな化け物いじめるやつおるんか。肥満は湯に来てるだけで面白いからずるい。でっか。これは二度見案件やな。思考不無肥満さんの圧倒的な体の大きさに、他の参戦者からもどよめきが起こる中取り組みが開始。直後レイザーラモンさんは二人がかりで肥満さんに突進しますが、その巨体は全くひるまず、肥満さんはそのまま二人まとめて土俵の外へ投げ飛ばします。後藤さんも、これはせいやなー、とレイザーラモンさんの不甲斐なさに首をかしげていました。スポーツ経験がなかった肥満さんが、これが俺の力、と覚醒した漫画主人公風なコメントにすれないは大爆笑。レイザーラモンさんは二人で、178キロはせいでしょう、と悔しがっておりました。強すぎー。これは勝てんやろ。作戦負け。体重差がありすぎたな。二人がかりで負けた。一人で二人投げ倒してて草。やっぱり得体は強いんやな。めちゃくちゃ強いやんけ。これが俺の力。己の力を知ってしまったんやね。力に目覚めた漫画のキャラかよ。せいかな。せいでしょう。せいでしょう好き。いよいよタッグ相撲最強コンビ決定戦トーナメントは準決勝へ。ダブル100キロコンビ鬼越トマホークさんと、運動神経ナンバーワンのティモンディさんの勝負に。対戦は序盤の小競り合いから、坂井さんと前田さんの一騎打ちへと発展。前田さんが土俵際で粘り、坂井さんを投げ飛ばしティモンディさんの勝利かと思われましたが、物言いがつき映像判定へ。よく見ると前田さんの足が先に土俵の外へ出ており、判定が覆り鬼越トマホークさんが決勝へ勝ち上がります。思いもよらぬガチさに、このシビアサイル、と浜田さんからツッコミが入りますが勝負は勝負。結果が出た後は、名勝負でした。よかった、と2組を称える拍手が場内に響き渡ります。おーおーおー、前田すげえ。名勝負で草。見応えあって草。前田なんでこんな強いねん。スポーツテスト中学ナンバーワンやがな。リクエストかな。物言いつかんのか。水さすなや。ガチで草。ちゃんと相撲してて草。日本相撲協会より先進的で草。なんか普通に熱くて面白いな。ちゃんとおもろくて草。準決勝第2試合は技術のネルソンズさんと、最重量ママタルトさんの毛色の違う2組の対決。ここはネルソンズさんの技が光った一番でした。取り組みが開始し和田さんは一歩引き様子を伺います。真っ向勝負を挑んでくると考えていた肥満さんは一瞬たじろぎ、その隙に日原さんを引き倒しで瞬殺した青山さんが、肥満さんの死角から強烈タックル。完全に気をつかれた肥満さんはなすすべなく投げ飛ばされ、見事青山さんの二人抜きが決まりネルソンズさんが勝利します。この結末に、すごいすごい、頭脳戦や、とスタジオからも声が上がり興奮度合いが伝わってきます。何のためにここまで太ったのかっていうのが、と悔しさをにじませる肥満さんに、このためではないやろ、と松本さんから鋭いツッコミが入りました。レスリングこそ体格ゲーだろうしな。ネルソンズ応援しちゃうわ。思いのほか盛り上がってて草。シンプルなのがええわ。ここが実質決勝やろ。青山つええ。すげえ作戦勝ちだ。引き落としうまい。やっぱテクニックなんやなって。もうこれネルソンズやろ。青山いくらなんでも強すぎやろ。両方外れかと思ったら結構面白い。
完全に作戦がハマったと喜ぶ青山さんですが、一方で相方の和田さんはどこか浮かないかを。実は、青山さんが肥満さんにタックルした際に邪魔になると思って下がったところ、そのまま土俵を出てしまったと告白し周囲は大爆笑。何はともあれ決勝進出したネルソンズさん、ついにダブル100キロの鬼越トマホークさんとの決勝となります。無能で草。和田まんじゅうさ。出てて草。これは草まんじゅう。レスリングは広いからなしゃあない。和田はお笑い能力も高くていいな。サックスを奏でる大鶴肥満は普通にかっこいいんだよな。ええやん。汗だくサックス。これは軽音。1枚目の貫禄。最重量力士がこれかっこ292キロ。ミシュランマンやん。千と千尋。これでも横綱なれんのやろ。こんな体重量支えとるわ。そしていよいよ決勝戦。開始前、青山さんでしたっけ、レスリングやってたようですけど芸人ですよね、面白い相撲やりましょうよ、と坂井さんがネルソンズさんを挑発。勝ったらいいんだろうがよ、と返す青山さんに大盛り上がりの芸人さんたち。勝ったらいい世界で勝てなかったから芸人やってる、身分わきまえろよ、と重ねる坂井さんに言い返せなくなったのか、お前やめろよ、と口ごもり前哨戦は鬼越トマホークさんが圧勝。それでも取り組み前の立ち合いでは2組とも真剣な表情を見せており、決勝戦独特の緊張感に包まれます。鬼越ほんと草。揺さぶってて草。さすが口は強いな。レスバやめろ。お前やめろ草。もしかしてレスリングってガチ競技なんか。人を転ばすとか一部特化しとるガチやろ。言うほどガチやないオリンピック競技あるか。このレスリング経験コンビは式秀部屋にで稽古しに行っても無双できるレベルや。いよいよ取り組みが開始。決勝戦は完全に坂井さん VS 青山さん、金ちゃん VS 和田さんというマッチアップの構図に、接戦が続き、坂井さんと青山さんはお互い引き落としを狙う中、青山さんの押しが強く坂井さんを投げ飛ばします。一方和田さんはすくい投げが炸裂し金ちゃんと共に土俵の外へ。結果土俵の上に青山さんが残りネルソンズさんが優勝決定。取り組み後無念の表情と共に、クソーと叫ぶ金ちゃんに松本さんも、悔しいなこれなと思わず口に出たように漏らします。レスリング強い。レスリング投げやな。和田まんじゅうも強くて草。青山正々堂々としてる波届けてる。うおうおお。文句なしの勝ち。普通に二人とも真正面から勝ってて草。鬼越もやるやん。これ負けても道連れにするのが大事やな。毎回和田まんじゅうが地味に強くて受けるわ。優勝者が決まり現場が盛り上がる中、優勝者には最後の挑戦者がいることを告げられ、スタジオの後藤さんからも、これはせいでしょとツッコミが入ります。登場したのはシード枠で参戦のユンボダンプさん。コンビ揃って130キロを上回るという超重量級の肉体だけでなく、歌集さんは大相撲界からもスカウトされたことのある、名実ともに芸能界最強力士といっても過言ではない存在。このユンボダンプさんとの戦いで、勝った方が真のタッグ相撲最強の称号を手にすることに、今まで戦ってきたメンバーの重い力にしてぶっ倒します、と意気込む和田さんに大盛り上がりの敗退者たち。エクストラステージやんけ。これこそせいでしょ。赤津。はい、トム・ブラウン。安田大サーカスか。腹で音出す人やん。キャダ、ユンボダンプじゃない。こいつらスケベな音出すコンビやろ。ラスボスやんけ。ガチ相撲経験者は強い。アメリカで爆笑取った奴らやんけ。出たわね。こいつらおらんのおかしいと思ってたわ。この二人がコンビ名変えて大自然になったと思ってた。さ。ついに真の決勝戦の火蓋が切って落とされます。土俵の上で二組が今見えますが体格差は歴然。どこか余裕を見せるユンボダンプさんに、連戦で疲れも残るネルソンズさんがどう立ち向かっていくのか、スタジオ、スレナイともに注目が集まります。がっぷり組まれたら終わりか。貫禄えぐくて草。体重が100キロも違うのは無理やろ。レスリングバーサス相撲。四股踏んでみてほしい。取り組みが開始され青山さんバーサス藤原さん、和田さんバーサス加州さんのマッチアップに、和田さんは加州さんの圧に土俵際まで押されますが、右手を持って土俵内で引き倒し共倒れになります。勝負は青山さんバーサス藤原さんの結果次第となり、注目が集まる中、藤原さんが青山さんを投げ飛ばし、ユンボダンプさんの優勝で幕切れかと思われました。しかし周りにいた参加者たちが異を唱え VTR で検証したところ、青山さんが投げられる前にわずかに土俵に手をつく藤原さんの姿が確認できます。藤原さんの指にははっきりと土がついており、判定が覆ってネルソンズさんがまさかの大楽天優勝。現場スタジオともに大盛り上がりの結果で、スレッドの勢いも最高潮を迎えます。
最後は死闘を繰り広げた末に額を怪我した和田さんが、切れてない俺切れさせたら大したもんだよ、となぜか長州力さんのモノマネで締め、VTR が終了しました。和田が絶対巻き込むのすごいな。和田まんじゅうすげえなマジで。和田まんじゅう買ってて草。結果どっちでもネルソンズ強いわ。和田の自爆うますぎ。は。何が起こったよ。どうなった。うおー。きたー。すげえ。熱い展開。和田まんじゅうがうまいわ無理やり引き落とした。やっぱレスリングよ。まんじゅう顔怪我しとるやん。血出てて草。和田まんじゅう単コブできてる。和田まんじゅう大丈夫。切れてないですよ。和田おもろいしすげえな。和田まんじゅうが格好よく見える。なかなかいい企画やったな。レクサ。さすが狂犬。リアタイで見て爆笑したわ。放送後、今回優勝を勝ち取ったネルソンズの青山さんはその嬉しさをツイッターに投稿。よっしゃー、レスリングやっててよかった、という投稿へ。めちゃくちゃかっこよかったです。優勝おめでとうございます。娘と一緒に応援してました。お二人ともかっこよかった、と熱いコメントが寄せられる中、ネルソンズマネージャーさんからも同日ツイッターにて、タッグ相撲最高決定戦ありがとうございました。ネルソンズにはまだ騎士が控えてます。としっかり、今回出番のなかった騎士さんにもフォローが入っておりそのツイートからも一笑いできるものになっておりました。以上、タッグ相撲会、当時の2チャンネルの反応はいかがでしたでしょうか。当初すれないでもガチの相撲なんて、と期待していない声が多く見られた中、芸人さんたちの熱量と技術で勝ち進む番狂わせとも言える展開に、最後には神回とまで言われるまでとなった本節。第2弾では前回王者のネルソンズさんはじめ、鬼越トマホークさん、ママタルトさんらが再び参戦。一方ですれないで期待の声が多かったトム・ブラウンさんも参戦となり、豪華なメンバーでより盛り上がりを見せそうで期待が高まります。このチャンネルでは水曜日のダウンタウンの説について、解説や反応をお届けしております。水曜日のダウンタウンには様々な説がありますが、あなたのお気に入りの説は何ですか？ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。もしかするとあなたのお気に入りの説についても、お届けさせていただくかもしれません。ぜひ次の動画を作る気力にもなりますので、高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。